くさん回ったね。どのクラスの出し物も楽しかった。うんうん、アニマルカフェに劇にお菓子屋さん、それに謎解きもみんな面白かったね。ああ、特に宝探しゲームの謎解きは歯応えがあった。トーヤがいなかったら解けなかったかもな。それを聞いたら朝日奈先輩が喜んでくれるかも。会ったら伝えておくね。うん、でもやっぱり小羽のクラスのお化け屋敷が良かったな。小羽、誘ってくれて本当にありがとう。うん、うんうん、私の方こそ来てくれてありがとう。私もう行かないと。うん、行ってらっしゃい小羽、また明日練習でね。ふう、教室の掃除はこんな感じかな。あとどこか手伝えるところは。小羽、みのり、手が空いてるならこの辺りの机運ぶのを手伝ってくれる？あ、しほちゃん、うん、大丈夫だよ。ああ、本当に終わっちゃうんだね、文化祭。そうだね。こうやっていつも通りの学校に戻っていくとちょっと寂しいね。うん、別に終わったからって何も残らないわけじゃないでしょ。形には残らないかもしれないけど、今日しか作れない思い出はちゃんと作れたんだし。しほちゃん、しほちゃんの言う通りだね。アイドルのライブだって終わっちゃったら寂しいなって感じちゃうけど、素敵な思い出になったって気持ちの方が大きいし、だからきっと私たちにもお客さんにも心の中にはちゃんと思い出が残ってるよね。あ、うん、でもやっぱり小羽のクラスのお化け屋敷が良かったな。小羽、誘ってくれて本当にありがとう。うん、そうだね。それにまだ高野菜が残ってるし、全部終わったわけじゃないよ。そうだった、しほちゃんはこの後ステージに出るんだよね。うん、もう少しこっちの片付け手伝ったらリハに行くつもり。応援してるね。ありがとう、最高の演奏をするから期待してて。あのね、二人とも、今日たくさん手伝ってくれて本当に嬉しかったよ。二人が探してくれて、私のお願いを聞いてくれて、それでみんなに喜んでもらうことができたから、だからありがとう。もう別に大したことはしてないんだけどな。でもどういたしましてだね。あんちゃんたちがお化け屋敷を楽しんでくれて私も嬉しかったな。うん、私も本当にそう思ったよ。今の私がいるのはチームのみんなのおかげだから。だからちょっとでも喜んでもらいたくて。みんなのおかげか。その気持ちわかるな。私もモアマージャンプのみんなにいつも助けられてるから。今回のデザインも演技も企画のアイディア出しもモアマージャンプのみんなにもらったものがあるからできたような気がする。だから
みんなのおかげで今の自分がいるって思う小羽ちゃんの気持ち、すっごくわかるな。そうだね。私も一花たちがいてくれたから少しずつ変われてる気がする。それにとびっきり面白いお化け屋敷にしようね。クラスのみんなとこうして文化祭を楽しんでるなんて入学した頃は思ってもみなかったな。しほちゃん、どうしたの？ううん、なんでもない。本当？今絶対何かある顔してたよ。なんでもないってば。あったとしても教えないから。へえ。あ、もう日が暮れてきたね。本当だ、早く机入れちゃわないと。だね。私もそろそろ高野祭のリハに行かなくちゃ。あっという間だったけど、楽しい文化祭だったね。そうだね、悪くなかったな。しほちゃんが文化祭を楽しんでくれて私嬉しいよ。ちょっとみのり、何急に変なテンションになってるわけ？みのりちゃんってば。でもわかるな。ああ、もう小羽も笑ってないで、みのりを止めて。もうすっかり学校もいつも通りだな。ん？さっきからジロジロ見られてるような、気のせいかな。あれ？掲示板の前に人だかりが。二人とも、おはよう。何かあったの？ああ、見た方が早いかも。え？見るって…あ、校内新聞のこと？でも、一体何が…Thank you.